田中角栄は日本の政治家。1918年生まれ、自由民主党で活躍し、昭和40年代に首相となる。経済政策田中流れで成長を促進、外交でも成果を上げ、中国と国交を樹立。しかし汚職疑惑により辞任、昭和63年に死去、功績と問題を併せ持つ複雑な政治家。